チャンネル朝ごはん、そしてまさかな、今回お米を忘れましたので、とりあえず朝ごはんハンバーグでいきます。朝からハンバーグ重たいね。ちょっと行ってらっしゃい。おー、いいんじゃない。チュンチーチャンネル、できます。あっこ、うまい。ズナの湯行ってさっぱりしてきました。でちょっとお昼ご飯のねお湯を沸かしているんで行きましょう。雨止まねえな。お疲れ様です。ああというわけで、ちょっと引き続きねお湯だけ沸かしたらいろいろ作っていこうかなと思います。さあ行きましょう。今日のメニュー、もやし。うん、ちっちゃいのにしたらパンパンになっちゃった。しばし茹でます。パンパンのもやしに上から茹でます。次はベーコン。パンパンだね。ぜひ見てほしい、このパンパン具合。パンです。チュンチーチャンネル。さあ、いいんじゃないかな。まず、もやしとベーコン、ここにネギで、今回はこんなん買ってきました。知ってる？まるちゃんの無限もやし。これにね、タレとあのパリパリの焼きそばみたいなのが入ってます。こんな感じ。なんかタレがね、二つ、粉末スープと特製油で、追加でニンニクと一味プラススライスチーズです。これは絶対美味しいでしょ。見栄えはちょっとあれだけど絶対美味しいと思う。
無限もやし。いただきます。あ、うまい。うん、完璧。つまみは森の黒トリュフ味ナッツ。お疲れ様です。冷えてきたな。ジュンジーチャンネル、カマンベールでいきます。またもやベーコン。こんな感じ。かわいいでしょ。問題が1個あって、どうやってひっくり返そうっていうあれなんですよね。ひっくり返すっていう動作をね、今の今まで忘れてたよ。うまい具合焼けてくれたらひっくり返せるはず。あ、だよね。崩れるよね。そうだよ。いってらっしゃい。お、いい感じなんじゃない？行ってみよう。あ、いいんじゃない？あ、完璧じゃないこれ。いいね。です。これはさ、間違いなくね。うーほー、いただきます。あ、うまいわこれ。あー、うまい。あっこ、うん、あー、うまっ。さあ、続いてちょっとチーズがね、まだ余ってるんで、キムチ、ネギ、これにまずちょっとニンニクを、まあこんなもんかな。
なんか想像してた落ち方と違う。はい、こんな感じで完成でーす。キムチネギチーズ。さあ、合うのかな、これ。合うじゃねえか。ネギ、キムチ、チーズ、最強だね。西丹沢を2日間貸し切りが贅沢だな。じゅんちチャンネル。寒い。バイク凍ってんだよ。バイクが凍りました。じゅんちチャンネル。いつも通りです。カレーです。いってらっしゃい。できたかな。カレーのルーが溶けてない。ガス管がな、まさか切れると思わなかったんだよな。しょうがない、でです。じゅんちチャンネル。はい、というわけで今回の西丹沢大滝キャンプ場2泊3日、雨&雪の貸し切りキャンプでした。いや、さすがにね、1度2度とか0度とかね、寒いね。まあでもなんだかんだステージでうまくいったんでよかったかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後によろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。カレーが冷てーよ。